多分今始まりました。お、これ YouTube やったら面白いよね。そうです、 YouTube 開いてもらったら。今日コメントバンバン来てくれんかなと思って。いやー、興味ある？これだって。いや、わからん。いやいや、多分すごい反響ですよ今んとこ。このメンバー見たかったっていう人めちゃくちゃ多いです。これさ、すごいマニアックよね。だってマニアックと思う、うん、いやいやいや、ね、マジでね。だって片峰先生いるんすよ今日、うん、そう、まあ、そこがでかいよね。でかい、片峰先生おる、うん、でももうあれよ、学校始まったもん。お、マジっすか。そうそうそう、あ、でも来週なのに。はい、いやいやいや、はい、とんでもないです。わざわざ楽しくやりましょう。ありがとうございます。はいはいはい、はいはい、じゃあ今日はその今までのメンバーの中でやっぱスリーガードが一緒に出てるのが見てみたいっていう意見がかなり出たので、うん、それをちょっと実現したいなということでこのような企画を開かせてもらいました、うん、はい。でこの3人なんですけど、うん、あれですよね、片峰先生と龍馬さんは幼馴染、ちっちゃい頃から。そうなんですよ、もう幼稚園からよ。幼稚園一緒ですからね。和光幼稚園っていうね。和光幼稚園、そう。はい。うん、で、あれですよね、龍馬さんと吉光さんが中学校一緒で、うん。そう。だからもうお互いの最初の印象とかってもう覚えてますか？うん、いや、とりあえず龍馬は、うん、あれよ、一個下なんやけど、多分。そうね。多分一個したよね。うん、でも、なんやろ、そんな感じたことなかったよ、うん。いや、何年生か分からんという。そうだ、だけど多分ね、都合がいいところで多分後輩になるし、上に来るもんね。そうね。ここと思った時はやっぱ上に来て飲まれよったもんね。そうそうそう。うん、確かに。まあ、なんかあれやね、龍馬はもう誰からも本当可愛がられる、うんうん、なんか存在というか、一瞬でその印象があるよね。心に入る、うん、そうそうそう、心に入る。ファーストインプレッションというかさ、もうバーンと最初のね、うん、ところで、それやっぱなんか天性と思うよ。マジっすか。昔からよ、昔から。うん、ありがとうございます。そうそう、しかもいや、みんななんやね、橋本家、みんな橋本家っていうか。いや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 、もう出してくんな、出してくんな。みんなやけ。そ, ね、それやっぱすげえ、うん、家族柄やねん、それは。見てますよ、うん、見てますよ、多分今日も本当。喜んでます今。だってヨッシはミニバーでもね、5年ぐらいの時やないから。そうだとね、うんうんうん、うん、前も話したけど、お互いでかくて、はい、そうそうそう、そう、うん、いやもう将来日本代表と思いよったもんね、なんか自分。そうね、互いにね。うん、ビッグガード、ね、うん、本当にすごかったっすもんね、はい、2人とも、うん、そしてそのままスモールガードになったね。何、うん、もない普通の、うん、よしは3があったけど、うん、いやいやいや、ボスさんも分かったっすよ、めちゃくちゃねえ、ムカつくね、なんか上から今のとか上から来てね。いやいやいや、本当思ってました。今日目標でした。やかましいよ、目標です。これあんま良くねえんだよな、なんかちょっと違う感じになるじゃないですか、はい、距離感がやろ、あの、うん、みんなが見てる、いつもバスケットで見てるのと、うん、やっぱこう、なんていうんですか、馴染みのメンバーに会ったら、うん、が出すぎますよね。そうそうそう、忘れるよね、だけど、ね、そうそうそう、もう3人で話しようかのようになっちゃうもん。そうね、うん、ね、だけどこのあのあれがあるのがいいよね、なんかあの項目じゃないけどさ、あ、そうそう、お題がね、そうそう、うんうんうん、はい、ちょっとあれ行こうさ、一番最初のね。いいですか、うん、ちょっと最初早速聞いてみたいと思うんですけど、このスリーガードってこうやっぱ試合を流れ変えるメンバーとしてすごい重要な存在だったと思うんですけど、うん、これっていつからいつ誕生したかとかってみんな覚えてますか？俺の記憶はね、あれケイシローさんの代のウインター予選ぐらいじゃない、はい、の前よ、その前よ、その前ぐらい、うんうん、その前の練習でね、はい、なんか3人で行けみたいになって、うん、はい、で多分ねめちゃめちゃなんかフィットしたよね、多分ね、なんかそうそう、多分田中先生が思い描くのと、はい、うん、その僕ら3人のなんかこう
感じが多分あったんやろね。そうね、ん。だどんな感じでしろとかさ、うん、言われてないもんね。いや、全く言われてないです。うん。うん、そうなんですね、うん。ただもう前から当たれみたいなね。そう。うん、いや、マジ、めちゃくちゃやってただけっすよね、正直。そうそう。がむしゃらに。うん。本当に。うん。でも、俺はやっぱ思うだけでしたよ。うん。うん。あれなかったら、プレイタイムなかったもんね、だって。いや、本当に。いや、俺も。思った。うん。いや、3人ともめっちゃ助けられたと思うんすよ、あれ。うん、あれね。うん。やっぱ、あれきっかけはあるね。うん。なんか、あ、こうやってやっていかないといけないし、これでなんとかつかまないとって思わなかったっすか、正直。そう思った、思った。思ったっすよね。うん、うん。俺も思いましたもん。あれ本当きっかけやったね。なんかね、はい、下級生で試合出してもらったのはね。うんうん、いや本当に、うん。本当それ思うっす。あれも本当にありがたかったっす、今考えたら。うん。確かにね。いや、それこそさ、はい、やっぱガードとして、まあ、ね、言えば、全員ライバルっていう形でね、うん、やっぱコートに立つのをこう競い寄ったけど、どうにかしてこうね、はい、上に行かないかんと思ってたけど、やっぱこの3人が、一緒に出たことによって、うん、ここね、助け合わないかんなみたいな。うん、あったね、あったね、うん。そう、どうするみたいな、相当なんか話をした記憶が、寮でもね、うん、寮中か、うん。まあ、私生活でもね、よく、一緒ともね、ずっとね、基本。いや、ずっと一緒った。いや、本当そうなんですよね。マジで。うん、先生と吉光さんは相部屋ですよね。そうそう、ずっと、俺が面倒見よった。ね、逆やろ。逆もうほんとねこう YouTube 見てくれてる人たちね、やっぱこう私がそのね今こう立場がねあるから監督みたいな感じで見てる方もいるかもしれないけども、私のその高校時代のあの寮の監督はヨッシーやけん。マジで。いや俺的にいつも最近思うんですけど、ソータさん喋り方がめちゃくちゃ先生っす。そうね、そうね。私がーとか言って。マジでウケるっすからね、いつも。いやいや、わかるわよ。でも、しょうがないや。やばい。うわ、先生しようと思うもん。しょうがないや。それが普通になってしまったわけさ。そうね。マジで。うん、いや、でもそれ、やっぱ違うな。なんか何年も先生したら、やっぱこういう感じになっていくんやな。うん、ね、こうやってバカにし始めるやろ。いや。昔から。おい、金丸って言おうときが俺一番好き。金丸言ったもんね。ソーダさん俺にしか言えんかったとか。そうそうそう。めっちゃ助けられよったのにね。なるほどですね。だけど本当あれよね、誕生日は、うん、ウィンターの2年のウィンターカップ前ね。うん、そうね。そう、本当そうっす。うん、あれかな。でさ、うん、いや、あの、めちゃめちゃあれやったよ。あの、めちゃめちゃ走りよったし。うん。はい、声出しよったし、うん、シュートめちゃめちゃ打ちよった。めちゃくちゃ打ってましたよね。これはその多分スリーガードでしかできないことよね。そうね、うん、あれがツーガードやったらあそこまでディフェンスやっぱできんし、うんうんうん、なんかスピーディーな展開もできんし、うん、で誰が打ってもシュート入りよったし、うんうんうん、まあ結局はね、ヨッシーがその中でもスリーポイントはうまいし、本当そうっすね、ね、龍馬駆け引き展開一品やし、俺たまにいいところでもらったらシュート決めるだけやもんね。いや、あれね、でも今のなんかちょっと走りみたいな感じっすよね、本当に、ぶわー持ってきて、ポーンって、うん、そうそうそう、ロングリバウンドなるから、誰でもリバウンド、またスリー打つみたいな、うん、そう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 、本当やってましたよね。うん、だって、それこそあれよ、ヨッシーとかにいいパスしたら、もう入るのが分かるけん、次、俺と龍馬は、もうディフェンスの構えしとったぐらいな感じやったね。いや、みんなそう、みんなそう。本当そうやった。いや、ウォーリアーズより多分先に、あの戦法が多分取り入れとる。取り入れる、それは間違いないかもしれない。間違いない、ロケッツとかウォーリアーズよりも。そう、今の NBA のね、戦略を。センターの人たち2人って何もしてなかったと思う。してなかった。そう、でもなんか、うん、そうね、金丸は繋いでくれよったね。いや、めっちゃリバウンド行ってくれて、それこう、うん、ね、入れてくれたりしてたじゃないですか。そうそうそう、あれ、本当すごいな。え、その時、あと2人って誰だったんですか？純也さんとかですか？と、神武さん。
そうですね、最初はね。あ、本武さん。あ、そうですね。で、そこから金丸さんとかに変わっていって、うん、そうって感じなんですね。うん、じゃあ、すみません、次の質問いきたいと思います。はいはい、うん、その3ガードでやってて、印象に残ってる試合って、どれがありますか？なんかな、これ。第1とのインターハイの準決勝じゃないですか。あれ、うん、結構あれ、みんなばっよかったんじゃないですか。みんな聞いたね。かったね。いや、あの、うん、吉野スリーはしびれたね。しびれた。しびれた。ね、そう4連チャン入ったもんね。そう。でもね、5本目打ったんや。1点以上お互い取ったんじゃないですか、あの時。100点ぐらいのゲームしてますよね。はい。ティアノが55点取ったぐらいのために、確かに。そう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 。そうちょっと手元に月バス用意してるんですけど、うん、あの試合108対97で、お、うん、で片峰平成13点、うん、吉光さん14点、うん、龍馬さんも10点っていう、いいね、すごスリーガードがもう大活躍したような、やばいね。だけどこれ、ね、控えやけんね、そう、要は。いや、それ、いや、インターハイの準決勝やろ、うん、そうです、ソータでスタメンや。俺ね、これ思ったよ、ソータはスタメンで出ながら、俺らが来ると、ね、今までこうコントロールしとったのさ、ギア上げれよったもんね。変えないかんや。あれきつかったよね、多分ね。多分、そうっす。俺らはちゃめちゃ。きつかったけど、でもやっぱ気持ちでなんとかなるもんやね。ね、なんかこう、頼もしいのが一緒に出てきてくれたみたいな感じになるんやろうね、多分ね。なりよったんやと思う。もう、うんうん、行くしかないっすからね。行くしかないもんね、あれ。そう。うん、だから本当、うん、あれよ、こう、コンビニで龍馬と会ったら、もうおごるしかないってなるようなもんと一緒。もう今で一生あった、ね、会ってしまったらうわ、おったみたいな、ね、もうだって僕カゴの中に入れてましたからね、アザースみたいな感じで、なんやろね、マジで龍馬とおったらやっぱ覚悟が決まるっちゅうかね、うん、お前すごい、これからもよろしくお願いします。他は何かありますか？おい、それこそあの北陸戦も、北陸戦、俺も思うかな、うん。あった。北陸戦が、多分相当2回戦かなんかやね。いやいや、順々4回戦ですか。あ、4回戦。回戦早めじゃなかったですか、結構。早め。4回戦 ?4 回戦何？そうです、そうです。4回戦もしない。4回戦。その時が、うん、最初が、ですね。全通寺。そうです、全通寺で。うん。金光党員。金光党そうです、そうです、うん。で、その次が、あれ、岡山学芸館です。あ、学芸館。やったね。で、次、北陸です。はい。あ、で、第一。第一で、はい。延べ学か。うん。そうです、そうです。あ、それ、あの試合はだって結構負けとったよね、なんかね、前半終わって。あ、そうっす。うん、うん。結構やられてたんですよ。うん、そうですね。前半終わって10点負けだったみたいです、ね。ああ。それこそね、向こうもさ、流星、はい、誰、井出、田島、あ、はいはい、でも朝日出てなかったよね、あんまだね。うん、なんか、ヤギだ。あ、ヤギやね。の3ガードやったもんね。そう。はい。そう。と、マロンとね。あれですよね、でも、金丸もあの試合めっちゃ良かったっすよね。そうよ。金丸が影のね、そう。俺に真っ白って言ってました。そう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 、金丸さんも24点取ってます。金丸やばかったの、試合確か。やばかったっすよね。うん、やばかった。そうなんや。いや、けどこの時ってやっぱ、全部見てもバランスがめちゃくちゃいいですよね。もうみんなが点取るって感じで。そうね、そうね。うんうん。はい。いや、だって、あれよ、それこそ、スリーガードの時さ、はい、もう、田中先生は、あのもう3人それこそね、片峰、吉光、橋本って呼ぶのがあれやけん、もうなんかチビ行ってこいみたいな、ね、そんな感じだったっすね。うん、チビみたいな。おいみたいな感じ。そうでも嬉しかったよね、なんかね、それはそれでこう。そうそう、はい、来たみたいな感じです、ね。そう。本当に。けど、その3ガードで出された時のなんか、田中先生との覚え出とかなんかありますか？田中はそっかな。なんかありました。思い出、うん、はい。どういう時に出されるなとか、なんかもう予想ってついてましたか？
わかるよね、なんか来るとき。わかるわかる。とりあえず流れが悪くなったら、うんね、俺らもやっぱガード主要権わかるもんね、その、うん、あなんか。あ、来るね、みたいな。うん、で、結局さ、それがさ、自分一人だけやったら多分ね、はい、あの選手 の, あのなんていうと高校生ぐらいのマインドとしてはさ、うん、出たい気持ちが7割とさ、うん、ちょっと不安な、うんね、気持ちが3割ぐらい多分あるよね。でもやっぱ3人やったらその3割がまあ逆に全くなくて、うん、あ行ったろかみたいな感じにやっぱなっとったよね。なるなる、あるっすね、うんうん、これなんかすげえあったな。うん。けどその時間とかって何分間とかって決まってたんですか？あんだけ激しいディフェンスってずっと継続普通できないじゃないですか。うん。まれまれなかったと思う。だったらずっと出てなかったですか？うん、ずっと出とった、ずっと出てった。で、ちょっとこうなってきたら交代。そうそうそう。そうそう。そうですね。だけどそこは。から交代みたいな感じだもんね。そう。ずるさが3人ともあるけんさ。あの。きつくなったらちょっとファールしたりするという。それはあるですね。ね、あと金丸はポストあれっつって金丸に入れる。で、純也さんもいましたからね、実際。そうそうそう。フレックスからのダックイン。そうね。うん、で、ハイポストからの左ドライブでしょ。そうそうそう。バスケットカウントね。鉄板っすね。鉄板や。荒らして荒らして、あそこにちょっとやってもらう。そうそうそう。それでもいけ出す、うん、田中先生から何か言われたとかないっすよね、うん、ないね、意外みたいな、本当そんな感じですよね。なんもない。うん、そうなんですね。うん、ちょっとじゃあ次の質問いきたいと思います。ちょっとやっぱこの前そのちょっと若手で、うん、あの青木を最上、うん、一番上にして、うん、青木、津山、中村、うん、土屋、中田でちょっとあの、うん、ガードについてちょっと話してみたんですけど、うん、その時にこうやっぱ大堀でガードやっていく中でどういうことが必要なのかなっていうのがちょっと話題に上がって、うん、なんかその、うん、どういうことを意識してたとかなんかありますか？やっぱそれはもう高峰先生じゃないですか、うん、まだそうやってね来るやろお前。いやでもなんかこうそれこそあれじゃない、なんかプレーもそうやけど、ね、人間的にこうやっぱ掌握する力がね、やっぱりないと、うん、だって大堀今もね、そうや、昔に比べたらちょっとね、落ち着いたのかもしれんけど、あれやもん、やっぱみんな癖が強かろうが、ね、我があるし、うん、それがやっぱりまとめる役割のガードやったら、ね、相当やっぱり掌握する力がないと、うん、うん、厳しかろうや、ね、であんだけのタレントがおる中で葛藤ときてやっぱりいいガードがおるときやもんね、うん、大堀の歴史の中でそう、ね、ちゃんとまとまった戦い方ができるときやけん、うんうん、まあ、あとセンターがおればねある程度鉄板やろうけども、うんうん、なるほどです。であとなんかゲームコントロールで、そのさっきの掌握っていうのにつながると思うんですけど、うん、なんかゲームコントロールがどうやってどういうことを意識すればいいのかっていうのがやっぱまだあの子らもう分かんないみたいな感じで言ってて、これ龍馬やろ、うん、プロとしてちょっとその辺ですか、うん、いやでも大堀の時代の時に、うん、ゲームコントロールがどうとかってソースさん考えてました？正直いや考えな、流ればっかり考えよった。このどうしたら自分の方の流れになるかだけ、結局勝つっていうのが大前提だったじゃないですか、田中先生が、ね、うんうんうん、勝ちたいっていうか負けたらもうダメみたいな感じだったから、うんうんうん、まあ、勝つためにどうするかっていうのは考えず、そうその時にじゃあゲームコントロールをして何かをしてっていうのはまだ考えてなかったと思うんですよね、うんうん、だからそのまずはい、ソータさんとか吉光さんとかとの戦いがあって、そこから他の相手との試合に出れるわけじゃないですか多分、うんうん、だからそこが多分厳しかったから試合に、まあ、福岡県の大会とかに出た時にはもう、まあ、まあ楽じゃないですけど、うん、まあ、ある程度はやれるっていう自信があって、で全国に出ても、まあ、ベスト8ぐらいの中からの話だったと思うんで、うん、だから大堀の時に
じゃあ田中先生からこうやってゲームをコントロールしろって言われたかって言ったら、それは僕の中で記憶にはないっすよね。うん。うん、あ、いやでも本当そう。ないね。うん、な、うんうん。でもなんかそれでやっぱすごく考えるよね。うん、うん、うん、うん。どうやったら試合に出るか、出るかの方が考えたと思うんですよ。ああ、うん、うん。そうね。なるほどですね。うん。ま、今のマジでちょっと今の現役の子たちにもやっぱ聞かせたいよね。はい、本当に言ってるんですか、瀬尾さん。ああ片見先生、そこはいつも待っとる。本当に勝つためにどうするかをね、はい、あ、なんかこう問い続けれる選手がやっぱりいいと思うな、うんうん、答え聞いてしまうのは簡単やけどね、うん、うん、成長がないけん自分で考えてたんじゃないですか、多分みんな、うん、どうやって生き残れるか、うん、そうね、そう考えるよね、相当、うんうん、で それが結局勝つためにみんないいよね、うん、あの勝利を目指すチームにの中ではそういういざこざがあってもね、うん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 、思うことって何かありませんか、今ああ俺は逆っていうか多分俺はどっちかというと 1.5 番とか2番なんよね、はいはい、ずっと、はい、ソータとか龍馬はどちらでもずっとやっぱ一番をさ、はい、ね、大学行っても社会人になってもさ、やっぱりやっとね、プロになってもやっとうし、うん、でやっぱそういう意味じゃ俺は高校時代にさっき言ったようにもっと考えてガードというポジションを考えて、まあ、ゲームの流れを考えてしとけばよかったなとかちょっと思ったね、うん、そしてやっぱ大学行くとさ、やっぱりね、この身長で2番じゃ使いづらいで、1番させるとやっぱちょっとこうイケイケのまま行ってしまったけんさ、スリーガード的なね、高校の流れのまま、まあ、考えないバスケのまましとったけん、考えてやっとけばもう少しこうガードとしてのスキルは上がったかなみたいな、うん、あ、なるほどですね、うん、龍馬さんとかなんかないですか、え、今、はい、自分がやっとけばよかったって思うことですか、はい、それはもう山ほどありますよ、やっぱり自分が高校生の時とかより、はい、今の方がやっぱバスケットボールのその動画だったりとか、うん、じゃあ例えば八村塁くんがいたりとか、まあ、渡辺裕太がいたりとか、うん、はい、富樫がいたりとか、やっぱそういう、はい、なんていうんですかね、目に見触れる技術の高さとか、うん、やっぱ自分たちの時 YouTube もこうやってなかったし、はい、やっぱ一つの技術でも先輩のを盗んだりとか、まあ、それの中でしかなかったけど、うん、今はやっぱりそのバスケットボールの中でもいろいろその技術だったりも、ね、細かくなって細分化されてるし、うん、その細かい技術とかをその高校の時にもし少しでも触れていることができたならもうちょっとこうなってたのかなって思うけど、今でもやっぱりそれは向上しようっていうところが絶対あるし、それはできることなんで、まあ、その時々でやっぱ自分が必要と思ったことをやり続けるっていうのはすごい大切なんじゃないかなって思いますけどね。うん、すごい真面目ですね。変わったな。なんかいいね。いやいやいや。いやだって慶志郎さんが。昨日とはまるっきり変わった龍馬さんで。そうやろ。だからそれが、これがやっぱ橋本龍馬のね、この凄さね。そうですね。そうだ、何枚なんすかそれ、何枚マスクかぶっとんやろうね、はいはい、本当は本当はやりたいっすよ、もうこうやってでも教えててどうなんすか、こうトーツさんが感じることと、うん、なんていうんすかね、あ、もうちょっとこうな、でも全部は教えないじゃないですか、多分全部教えない、うん、だから、うん、難しいよね、こう全てを教えすぎてもやっぱダメだし、うん、考えなくなるしね、かといって何もしなければ何も言わなければね、うんうん、ダメになっていく子たちがねやっぱり出てくるっていうちょっと怖さもあるので、うん、その、距離をね、うん、バランス難しいよね、うん、過干渉になってもダメだし話しすぎてもダメだから、うん、そのなんか距離感を常にこう意識しながらやっぱり、うんうんうん、特にね今この世代の子たちっていうのはその辺がやっぱ大事かなとは思うけどね、うん、
逆に今情報が、まあ、ありすぎるっていう面もあるやん多分。そうなんそうなんだけど整理できる選手はいいかもしれないけども、うん、整理できなくて、うん、いろんなものをね鵜呑みにしてしまって結局、うん、あなたの武器はってなった時に、うんね、全部がこう平均以下になってしまうと、うん、なかなかやっぱりね、うん、そうね、うんうん、使いづらいもんね、うんうん、と思いますね。確かに確かに、うん、でやっぱね武器をしっかり私さっきの龍馬とかさヨシとかの話を自分に置き換えるともっとなんか武器を磨いとけばよかったなと思う。うんうん、これだけは誰よりもっていうのをね、はいはい、ヨッシーとかやったらスリーポイントやっぱりすごいし龍馬やったらねもう今とかもう鉄壁のディフェンスじゃない、ね、うん、だからそういうなんか本当に一つ何かプロフェッショナルな技術を、うん、磨き鋭くね鋭く磨いとけばよかったなっていうのはなんかやっぱあるよね。うん、なるほどですね。そうね、うん。武器はあった方がいいかもね。うん、そうなの。色ね。自分の色というか。いや、それ思いますね。うん。ディフェンスはやっぱ今できた方がいいんじゃないですか。できた方がいいね。これはやっぱスタンダードやね。そうね、うん。うん。こっちの方がやっぱりコーチっていうのは使いやすいんじゃないかなと思いますね。じゃあ基本的にやっぱね、うん、理想のガードとはにちょっとまたつながるけど、ディフェンスができんだ、うん、ガードはまずダメやもんね。うん。やっぱ一番最初にその前線でプレッシャーをかけたりとか、うんうん、そのセットをするのはやっぱガードじゃないですか。ね、うん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 、そのセットしながら、まあ、みんなにいろんな影響を与えられるっていうのはすごい大切ですよね。うんうんうん、ガード。そうね。そう思う。あとやっぱね、龍馬とか吉井とかみんなあるけど、その一番最前線で頑張りよう背中を見てね。後ろのチームメイトが、うんうんうん、あいつがね頑張ってるから俺もちょっとディナー頑張ろうとかさ、うん、なんかそんな思わせれるようなやっぱ人間性とかもいるような気はする、うん、なんか、まあ、みんな、うん、みんなそうとは思うけどね選手それぞれに、うんうんうん、はい、確かにそうですね、うん、けどまあちょっと一個話それるかもしれないんですけど、うん、このメンバーって正直身長はそこまで大きい方ではないじゃないですか。うん、態度めっちゃでかい態度、うん、態度、うん、それは間違いないですね、うんうん、2メーターぐらいだったね態度もうちょい行ったんじゃないですか、ね、そうだねけどそれが3そのメンバーが3人揃って、うん、けどなんかこう大きい相手に勝つっていうなんかそういうなんか秘訣とか、なんかそういうどういう気持ちでやってられたかとかお聞きしたいです。あ、多分ね、いや多分ね、はい、さっきね龍馬がねあのガードとしてっていうところでも言ったけど、やっぱ、はい、あの相手をよく見てあの、はい、相手に勝つこと自分たちの方が勝ってることを徹底することよね。うん、うん、だから負けてること身長が低いとか、ね、ジャンプ力が相手の方が高さがあるとかいうことは、ね、どうにでもどうもできんことだからではなく、はい、どうにかできる勝ってるものをに全てをかけるっていう戦い方は多分僕ら3人は常にやってたんじゃないかな。うん、なるほどですね。まあ、でもなんか最初からその負けてるっていう感覚でやってなかったじゃないですか。やってないね。なんか気にしなかったよね。そういうのは気にしなかったと思うんですよ。そのうん、多分工夫はしとったんやろうけど、気にしなかったかなと思うね。うん。なんか具体的に工夫何かしてたこととか覚えてますか？もう例えば、誰かがミスマッチでポストをね、しょわれたら、もうダブルチーム行くとか。ヘルプを早くするとか、なんかそういうところ多分感覚的に多分すごいやりよったイメージはなんかあるなというね。うん。なんかファールしてもよかったもんね。うん。うん、ファールしてもよかった。そこになんか5ファールするからなんとかとかなかったっすよね。怖がってなかったというか。そう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 。なるほどですね。うん。そう。で、練習中もやっぱりそういうのを喋りよったね。こう、チームのそのダブルチームのルールがものすごくあるわけじゃないけどさ。うん、うん。ね。うんこうやったらね、ダブルチーム
行くけん、ね、その後カバーリングしてとか、うん、すごい多分喋りよったと思う。うん、喋りよったというか、ね、コミュニケーション取りよったと思う。うん。うん、はい。それはあと、ケイシローさんから、こうやっぱ、しゃくりをよく飲むっていうのが、やっぱ、秘訣として。しゃくりって、どこから出てきたんですか？しゃくりってそもそも知らない人多分多いと思うよね。これ説明したっけ、なんかどっかの回でした？しゃくりって。多分ちゃんとしてないと思います。ああ。そうだか多分説明した方がいいかも。プロテインですよね。プロテイン。いや、しかもしゃくりじゃなくてしゃくりやけん、ね。しゃくり。しゃくりって伸ばす。そう。でも、なんかネットで調べたらまだ出るんじゃないかな。出る今も。うん。あ、出る。出ると思う。へえ。そう、だから要はあの疲労回復をするプロテインよね。ちょっと糖分多めなバナナ味の、うん、美味しいやつね。そう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 、はい、うん、甘いっすよね。甘いものすごい甘いっちゃん、うんうん、だけど筋肉を作るというよりどちらかと疲労回復やろね。うん、うんうん、でもそれがあのあんまり入ってないというね、量が少なくて、ね、うん、ものすごい高いっちゃけど量が少なくて、うん、俺めっちゃソータさんのパクってましたもん。いや、俺も飲みよったソータの。ソータさんちょうだいって言わずに飲んでました。そうやろ。だから多分リョーマとかは一回あいいよって言ったら多分もう永久にいいよって思うやつやけんね。一回。それ間違いないです。そうやろ。一回ちょっとジュースちょうだいって言って一回渡したらもう一生分のいいよをもらった感じね。うんうん。そうそう、だって龍馬とかね、寮でアイスを買ってきとってアイス一本渡したら箱ごと持っていきよったもん。いや俺あとソータさんが飲み物飲んだのチェックしてましたから、あこれソータさんのやけん俺のやねって思ってましたマジで本当にお兄ちゃんみたいな感じでしたから、うん、都合がいい時にお兄弟になって、都合がなんか違うぐらいだったら同じになるみたいな。そうそうそう。本当先輩。なるほどですね。だってあれよ、龍馬ね、あの、はい、一緒にスーパーとか行って、あの三ツ矢サイダーが安くなっとったりしたら、うんうん、安くなったのを確認して、自分は買わんっていうね。そうね。めっちゃやばいやつじゃないですか、本当に。やばいやつ。いける。そう、いやでも、いや寮生活も楽しかったね。いや、楽しかったよ、寮は。そう考えれば。今もね、思い出とかありますか？はい。寮生活、みんな楽しいって言っちゃう。あ、今も？うん。うん、昔みたいにあの厳しさはないけどね。はい、ああ、今だって舞鶴やろう、全部だって。みんな舞鶴。うん。うんうん、いやあれ覚えとるとよ、あの三ツ矢サイダー の, その要はあの2リ 1.5 リットルかな、うんうん、あんなのとか そんな毎日は当然買えんけんさ、うん、安くなっとうときに買うやない、うん、であのやっぱ炭酸がないと三ツ矢サイダーとか美味しくないけんさヨッシーとかさあの炭酸が抜けんようにさこう容器を潰して締め寄ったりしよったよね。あったね。いや今大人になってはもう俺もそこまでは1000件、うん、稼げるようになったなと思ってそこで潰してまでね炭酸を。そうね、そうそうそう、うん、しよったよね。うん、うん、しよったしよった。懐かしいな。懐かしい。ありましたね本当に、うん、本当ソータさんが何か買い寄ったら俺横から行って あれ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 とかめっちゃ言ってましたそうなの。いやこうでもやっぱり龍馬の人徳梅なんかそれで嫌な気せんやったもんね。そうね。本当に買ってもらったらすぐどっか行きますから。そう。こう白状よね。うん。本当に。いやでもさ、よし、わからん、よしわからんけど、俺龍馬とずっとその幼稚園から付き合いあるけどさ、うん、本気で多分龍馬に怒ったりしたことないもんね。多分なくない？ない。俺怒られたことないです、ソータさんに。あそのね、もう大人になったらそりゃせんやろうけど、うん、小さいながらもないよね、たぶん。マジないっす。ないないない。
翔さんだってめちゃくちゃ優しかったっすよ、本当。いやそうよ、だって一緒にあの中学校で全中目指そうやって言おったもん。俺もう違うとこ行ってますからね、本当に。そうで、俺忘れてないのが、まあ、それもあるんですけど、うん、小学校の町内会のキックベースボール大会で俺が市内で優勝してますから。そう、2人の力で。そう、これぜひみんな今日ね見てくれてる人たちぜひ覚えとってほしい。バスケットだけじゃない。そう、マジで強打者ですからね、そうださ。体格がやっぱちょっと中学生みたいでしょ。う、ね、うん、出なかったもんね。そう、いやでもあれよ、龍馬とかもそのキックベースのあれよボールで、あの野球場 の、うん、あのフェンス近くまでこいつ飛ばす。サッカー得意だったっけ。いや別にそんなでもないですけど、まあ、うん、そこそこね運動できたっすもんね。そうっす。ソーツさんがもう4番でマジでホームラン打ちまくって、うんうん、勝った、市内大会で。あっちの方が日本代表慣れとったかもしれない。キックベースやったら。アルトそれ、日本でアルト。あと、トーツさんはソフトボール投げもすごかったっす。そうなん。これマジで、俺あの、県で2位、うん、2位やけん。で、その次の年、県で2位、俺っすから。そう。俺同じの出たもん。ほんと？いや、マジ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 。これはいける。結構強肩やったんですけどね、私は。これでやっぱ分かるよね、 100m とか幅跳びやない時点でもう能力系ではないよね。なんかソフトボール投げ。そうそう、パワー系、パワー系、パワー系よね。そうなんですか。ぜひちょっと今の話はみんなやっぱりあの覚えとってほしい。バスケットだけじゃないっていうの。そう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 、うん、そうですね。うん、ちょっとじゃあ次質問行きたいと思います。うん。こうなんか、まあ、龍馬さんは今もバスケットされてますけど、清水さんとか選手は今、バスケット以外のことももちろんされてるじゃないですか。うん。なんかそれでバスケ通じてやってきてよかったなって、その仕事とかに生きてることってなんか聞けたらなと思うんですけど、なんかありますか？よし、なんか教えてよ。そうね。やっぱりまず協調性やない。やっぱチームスポーツやけどね。うん、うんうん、なんか周りに仕事でも大事、うん、大事やろうね。うん、やっぱねサラリーマン普通の結構企業に就職してやるとなると、うん、やっぱチームでするやん、組織でね動くけん、やっぱ周りに目を配るとか大事かなと思うけどね。なるほどです。龍馬さんとかその普段の生活とかで何か生きてることとかありますか？生きてる、まあ、バスケット、まあね、今でも僕仕事がバスケットボールなんで、はい、それでしか学んでないと思うんですけど、うん、はい、でもさっき吉見さんも言ったように、あの協調性とか、まあ、空気を読むじゃないですけど、もちろん自分の主張もしないといけない時が絶対あると思う、はい、バスケットのチームの中で、うんうん、でもそれもやっぱり、はい、まあ、みんなのがそれを求めてるのかとか、まあ、真面目な話になるとやっぱそういうのも感じていきながら、まあ、この年になってきたらそれも話さないといけないし、自分だけのことじゃなくて、うん、全員がどういうふうに思ってるのかとか、やっぱそういうのを考えて、まあ、発言したりとか、それをまとめるような、なんていうんですかね、考え方だったりはするようになりましたよね。まあ、それはもちろんバスケットボールがなかったら、うん、そういうふうになってなかったと思うし。うん。うん、どうすかね。そうですね。うん、さっきちょっとあの、ちょっと結構大きな感じでさ、協調性って言ったけど、やっぱ、あと思ったのが、あのさ、やっぱ高校とかね、中学とバスケでやっぱちょっとさ、なんかこう目標をさ、結構やっぱこう口にするというか、それをこう共有する場って非常に多かったなって思ったよね。常にやっぱインターハイ優勝するとか、はい、中学校中とかさ必ず日本一になるぞって多分10回言って毎日練習終わりよったよね、龍馬ね。やりよったっすね、毎日言いよって、なんかまあ本当アホみたいに、うん、はい、すごいバカになって言いよって、多分それを多分メンバーで共有するってことがやっぱ大事やねっていうのは
社会人になるといえば、社会人だとその目標に対してさ、同じね、仕事するメンバーで同じ目標に向かうことが大事やけん、その目標を共有する力とかっていうのはなかなかやっぱできる人少ないなっていうのは感じるね。なるほど。普通の多分こうスポーツとか経験してない人というか、そういう人は、はい、そういうところはいいんじゃないですかね。うん、ありがとうございます、うん、先生も何かありますか。いや、なんか2人がいいこと言うけど、なんかちょっと泣きそうになってくるね。いや、落ちよ、落ち。いや、でも、あれ一緒、なんていうと、ちょっと、先生っぽい言葉で言うと、やっぱ自分の主張とね、人の、なんか、ことに傾ける傾聴とさ、うん、これ2つはやっぱり、バスケットを通じて、やっぱすごく学んだし、今、ね、社会の中で生きてると、すごく大事なことだと思う。うん、あとはやっぱりなんていうとこれリバウンドメンタリティっていうかさ、レジリエンスとかいう言い方もするかもしれんけどさ、うん、やっぱこううまくいかなかった時とか、うん、ね、本当にこう自分じゃどうしようもできないことに直面した時にどうこう自分の気持ちとか、うん、を持ちこたえてまた前に進み始めるかっていう力をやっぱ俺大濠高校で一番うん、学んだし、うん、バスケットの中でね、はい、うん、でそれが今もやっぱり指導者になったり、ね、先生という立場もあって、ね、自分が思ってるようにうまくいかなかったりどうしようもない時もなんかこう立ち止まらずに前向いて進めるかなとやっぱり、うんうん、思う。あとは、うん、あれやね、これものすごい真面目な話になるけど、やっぱこうあれなんかこうバスケットボールを通してというか通じてやっぱ人への思いっていうのをすげえやっぱ学んだような気がする、うん、なんかこの仲間もそうやし、田中先生に対してもそうやし、大濠の OB に対してもそう、もちろん両親に対してもそう、うん、だけどなんか自分自身がこう頑張っていこうって思う時にもちろん自分自身の覚悟とか意思とかは大事だけど、あとはやっぱり人への思いっていうこの2つがなんか自分自身を突き動かす原動力になってんじゃないかな、うん、それをバスケットボールから学んだな、大濠バスケットから学んだなっていうのはなんかすごく日に日に思うようになってきたね、うん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 、なるほどですね、ありがとうございます、うん、ちょっとじゃあこういうことを通じて今後じゃあ、うん、高校どんなチームになってほしいのかっていうのは、それ2人にお願いして、はい、お願いしてもいいですか。どのようなチームになってほしいのかね。うん、いや、この田中先生のアイコンが悪すぎるけど、ね、めっちゃ見られてますよ、ね、やばいっす。あ、何やろう、どのようなチームね。うんうんうん、でもやっぱり、やっぱ何だろうね。お父さんが、うん、まあ、感じてるようなことが、まあ、浸透で、みんながそれを伝えていってもらえるようなチームになっていくと、ソーツさんにとってもいいし、うん、大濠のバスケットにとっても、やっぱそれが一番、まあ、いいじゃないですか。うんうんうん、それはめっちゃ思いますけどね。やっぱコーチというか、うん、先生、指導者が、まあ、その自分の哲学があってそれを共感していってもらって、うん、それをつなげていってもらう、そしてプロになるのか、まあ、社会人になって働くのかっていうのは分かんないですけど、うん、バスケットボールを通じて、まあ、人間教育っていうか、まあ、それぞれが感じてもらいながら、まあ、やっていくっていうのが一番、それをこう体現するチーム、うん、後に大濠が良かったねって言ってもらうチームになってほしいですよね、うん、今。うん、ありがとう、うん、いいこと言った、うん、いやけど今後多分これ学生だけじゃなくてバスケやってるにもかかわらずこういう考えでみんなやってくれたら、うん、もっと面白くなりそうだなっていうのはあるんですけどね、うん、そういうふうにぜひこれをもっとバスケット以外の方にも見てもらえるようにするのが目標です、僕らも。本当よね。いや、なんかさ、こう、うん、
今回のそのね新型コロナの影響でやっぱりバスケットができないっていうことに我々こう人生の中で初めて直面してさ、でもそのバスケットができないから人としてダメなのかっていうとそうじゃないし、逆に自分自身のそのなぜ生きてんのかとかさ、なぜバスケットボールをやってんのかっていうところをなんかみんなにも考える機会にね、ぜひ、してほしいし、逆に私もその、ね、この期間でそういうのの一つ整理がすごくできたので、さっき龍馬が言ってくれたようにまたちょっとチーム作りに頑張っていきたいなと思います。いや、いいですね、すごいですね、めちゃくちゃ深い話を聞けて、そうやろ、こうやって、こうやって、はい、やないから。でも今回これすごいですよね、このなんていうんですか、取り組みというか。そうそうそうね、昨日ので言ったら本当いろんななんていうんですかね、まあ後輩というか下の子たちも見てくれてて、やっぱりせっかくこうみんながこの大堀っていう一つのまあ、くくりの中でなんか興味を持ったんだったら、やっぱり僕たちもなんか恩返しもしないといけないと思うし、やっぱタイミングでまあなんかいついつ、じゃあ6月何日にはみんなで戻りましょうつって体育館に来るとか、やっぱそういうのがあったら次はそれはめちゃくちゃいいことなんじゃないかなって思いますよね。それはもう年代関係なくみんなが集まって、もう現役の選手もみたいな、これだけねプロの選手たちを出している高校もなかなかないと思うんで、せっかくそのつながりが今できたとするんだったら、それをこう絶やさないようにして、まあ、ソーツさんにこう還元できることがあれば、まあ、いいんじゃないかなっていうのは、まあ、少し考えてましたけどね、僕も。ヒデ、今日何人ぐらい見てくれよと。いや、今日さっき500まで来ました。おー、いいじゃん、はい、すごいです、やっぱすごいね、早くに。すごい。この前優勢がお絵描きとかしてて、120とかでした。あれも面白いのは面白いんですけどね、ファンの方もめちゃくちゃこう書き込みしてくださって盛り上がりはするんです。まだちょっとやっぱ深さがないんやろうね。そうね。そう、あの翔太さんとかが、あのノーズミー翔太が一生懸命変装とかしてたんですけど、いろいろ盛り上げてはくれましたが、また違う意味でできたのかなとはあります。そうね、いい味出しとったよね。そう、切るな。他なんかあれじゃないですか、質問答えた方がいいんじゃないですか、ソーツさん。なんか聞こうと、分からんけど、ケイシロさんから。ケイシロさんはまあじゃあ最後5分だけ入ってもらいましょう。締めは。いや、俺さ思ったけどさ、平四郎さんがおる回っていうか、まあ自分が関わっとる年齢を見るのはやっぱすごい面白かったね。いや、面白い。当時を思い出して。むちゃくちゃですもん。やばかったよね。相変わらずやなっていうのはすごいやっぱ毎回、平四郎さん、まあ、監督さんもそういうの感じるね。マスさんもやっぱいい味出すしさ。ねえ。いや。あとは、まあ、マルさんもやっぱり話の中心には絶対になってきますからね。そうね。そうね、出てないね、まだね。じゃあ、なんかないかな、いい質問。あ、なんか一個質問箱にからあったんですけど、なんかこう、ガードやっていて、なんかこちらの意を組んだプレーを一番してくれた選手って誰でしたか？なんか覚えてますか？こういうことしたいっていう時に一番最初にこう分かってくれたっていうような。何やろう、多分ね、多分坂井雄介な。ああ、その僕らのね中前後で言うと、まあ意を組んでくれたっていうのが適しとのか分からんけど。なんかね、こう結局かゆいところに手を伸ばしてくるっていうか、なんかね、パスタルスも助けてくれるんですよね、多分。そうなんよ。わみたいな。それはあるかもしれないですね。やっぱどうしても目立ちたがり屋が多かったけん。うんうん。そこでユウスケがこう
目立ちたがり屋が荒らしていたところをきれいにこう片付けてね、うん、リバウンドとかシュッてとスポンって入れてくれたりとかさ、そうありましたよね、うんうん、それはそうだから結局あの意を組んだっていうのをやったらこの3人やないとガードってやるのがそうそう、ね、やりやすいです、ねうんうん、やりやすいやりやすい、うんうん、これはそうですね、うんうん、あそうドラフトのやつ昨日見られましたか見たそういえば、うん、で結局このようなメンバーになったんですけど、うんうん、こうもし一緒にプレーしたいなってなるとしたらどこのチームが一番やりやすそうですかお二人はコールカンタケさんとこがいい、うん、えカンちゃんあの2番目ね、2番目。あ、2番目ね。はいはい。だってこう、何がいいってね、ガードと、うんまあ、ちょっとセンターはあれかもしれんけどさ、はい、龍馬がおって落ち着いて、泰治さんがおるのが俺は。そうね、でかいね。そこそさっきの祐介の話じゃないけど、うん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 、なんかチームのバランスを考えたときには、うん、もうだってコートの中に龍馬と泰治さんがおったら崩れんわけやろ。そうそう、で点取るやろ。そうそう、あとは。ゲラとか大輔とかが。そう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 。あとはサイズだけがねって感じやけど。でもこれ、カンタケさんのチーム、うん、もう俺、1クォーターで2回ファーしますからね、絶対。やばい。カンタケ君が1番するのか、誰か1番ちゃんと、だから、ソーツさんとか入るとか、やったらいい。近いかおらんね、これ確かに、ね。そう、これ、ポイントガードいないから、ここは俺ずっと言おうと思ってたんですよ。これ、俺、うん、スピードファールアウトしますからって。だってね。富山ついて、竹野さんついて、で山下さんついて、その土屋くんついてってなったら、俺、速攻前半でファイブアウトしますよ。マジで無理。無理、無理、無理、無理。だけどこれ、絶対ね、神崎さんのチームは負けるんですよ。なるほどね。そうね。まあでも、本当にやったら勝ちます。でも、これね、でも、龍馬のチームもね、はい、もうこれ、うん、プレイヤーとしてはみんないいと思うよ。こうまあ、コウスケはじめね、はい、山下さんやろ。うんで、マキやろ、はい、浅井やろ、で、これ、うん、清水さんやろ、聖司ってこの字やったっけ、こんな字やった気がする。で、大、はい、みんな結構おとなしいよ。いや、だってこれ、監督俺するんすよ。ああ、じゃあいいね。うん。もうめちゃ監督が引っ張るタイプのチームね。ああ、そうね。コウスケにはめちゃくちゃ言いますから、俺が。うん。やる気なかったら、お前マジ帰れよ、みたいなね。いいね。エース怒れるって大事やけんね。そう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 。で、山下さんと神武さんがいるじゃないですか。うん、で、いや、牧君とか土屋君とか浅井君とか喋ったことないですけど、うんうんまあ、神武さんが盛り上げてくれるかなみたいな。神武さんまでも、やっぱね、これ、俺、あの龍馬が大輝選んでくれたのすごく嬉しくて、はい、その、うん、歴代のガードやったら、やっぱりテクニックの面ではね、竹野さんと津山とこの土屋。はい、この3枚がやっぱりこの僕らが知ってる台から下ねからするとやっぱちょっとこの3枚はテクニックは抜け取っちゃないかな、だからまあ切っていけそうだったし、うんうん、あの中に、うん、でやっぱシューター神武さんも金丸もいて、うん、まあ牧君も浅井も入るもんね、多分外があるから、うんうんまあ、ペインタッチできればとりあえずまあ開けれない存在にみんながなってるんで広、うん、ペースは広がるんかなと思って、あとはディフェンスだけっすよね、うん、だからそこのトーンはめっちゃセットしないといけないなと思って、うん、いや、ね、ここ何で清水さん入れたん、いやもうとにかくなんか走るライン走るけんね、でリバウンド取ってちょっとアグレッシブに、うん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 、動ける人が欲しくて、でも相手そんなビッグマンいなかったんで、あの、うん、大堀、うんうんうん、だからまあ外、まあ、スリーポイント中心やけど、まあ、走れるよって、でも5番このメンバーやったらできるかなみたいな、で神武さんもまあ守れるし、うんうん、で作りました。これさ、ケンシロウさんのところさ、はい、まとまる。いやだって一巡目あれっすよ。二日酔いとか言ってましたからね、リアル。ドラフト一二日酔いってどういうことみたいな。で、一番最初にトレードしてとか言ってわけあって。いけるっすよ。
これ絶対誰が一番、驚いとって本人やもんね、絶対。しかも多分、久保田とか見てないっすよ、絶対。もう選ばれるとか思ってないと思う。しかも、その、ケイシロウさんからして、その、なんていうと、中村太一がを選ぶところが、意外といろいろ見とんかなとも思ったりね。理由、マジ受け出すね。最近フォローされたとか。もうマジ、そう、傷つかず程よくでも自分はちゃんと3番にね、そうね、でまたその次が総一郎とかやろまただから俺は井上くんも取ろうと思ってましたけどね。ああ、うん、いや総一郎とかね本当貴重なビッグマンやけんね。そうそうそう、大堀っぽくないっすよねちょっと。うん、そうなん、元気のいいビッグマンってやっぱ絶対いいと思うもん俺。ああそうそうそう、あそうね、元気のいいビッグマン絶対いいと思う。ああ元気があるって大事っすよね。大事やね。そうそうそう、なんか、うん、そこは言いたいな。おとなしそうっすね確かに。あでもわかんない、龍馬のチームね。そう、うん、確かにそういう意味じゃおとなしいね。まあでもまあ牧があのキャプテンシーあるわ。ああうんうん、牧あるある、牧も大輝もキャプテン誌はある。うん、うん、いいっすね。だって金丸おるしここ。そうね。いや今回のこのさ回で金丸のねみんなのなんて評価が高すぎるもんねみんなね。うん、そうっすね。うん、みんな。だから僕がついた方がいいかもしれないですねたまに。金丸にね。金丸に。うん。あと、酒井さんとね。あ、そうね。酒井さんおるやん。ハインさんおるけん大丈夫やろ。そうそう。いけるんじゃないですか。うん。面白い試合になりそうですよね。で、これ、あと、なんていうんですか、2、3チームできそうじゃないですか、ソースさん。もうちょっとこれも振り分けたら。そうね、そうね。うん、あと2、3人、その GM 作ったら、うん、めっちゃ面白いと思いますけどね。ねえ。ちょうどいいぐらいにこう分かれて、うん。いい感じになりそう。でもこうなってきたらさ、はい、金丸とかも、まあ、慶志郎さんも今33で今年34か、うんうんね、で大学生がおるけんこんだけやっぱりもう差が開いとんやね、年齢の差がね。そうね、現役の中でももう、うんうん、新人とベテランになるのか。でも若い子たちも結構これ見てますね、ソースさん。そのあそうね、そうね、うんうん、はい、だってみんな指名されて喜んでましたもんね。めちゃくちゃ喜んでました。そうっすけど、あの津山だけ一人今日出回ったんですけど、うん、こうずっと最初から見てたけど、うん、もう7番目で呼ばれなかったらどうしようかっていうのをずっと考えてたらしくて今日もこうトレーニングやったらしいんですけど、うん、こうしたらいつもより力入れてやっぱ7番目だからなと落ち込んでバスケへのやる気が出たって言ってました。いやいや言っとって、それがあのリバウンドメンタリティって、うん、すごい。いやもうね結構でもね、俺チーム作りするんやったらあのそれこそ青木康とか入れて、ね、はいはいはい、いや俺も言いました。龍馬のポジションやね結構ね、かぶるね、なんていうんですかね、うん、人数いたりとか、多分他の何人かいたら絶対入ってますよね。それ思いました。うん。うん、そうね。そう、3人でしたらちょっとね。そうね。いや、だけど、この、だけど、継承さんの1位指名が狂わしとうけん。そうなんだ。ね、うん。これだって本命1位やろ。外れ1位じゃないもんね。そう、いきなり久保田って書いてましたからね。うん、本命1位やもん。かぶらんけん。そうそうそう。これ面白いわ、はい、だって増田くんとかももうちょっといたらもっと、うん、なんで1位とかじゃないですか。そうね、うん、増田、うん、ここに入れなかったらだってメインプレイヤーじゃないですか多分。そうよ、増田使うとね、うん、あの増田がおらんや、なんか増田と同じプレイできるのってあんまりなんかおらんじゃん今、うん、10年間の中でね。うん、いいところに合わせるし、うん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 、で4番ポジションでずる賢いことできるし、うん、
かる。うん。なんかね、こう感覚もいいというリバウンドとかも。で結局、ミスマッチ起きたらすぐパッてポストアップしたりとか。そうそう。この辺のやっぱ感覚。ファールもらえるけんね。うん。うん。頭いいよね。頭とちょっと似てますよね。似と。もうちょっと外のなんていうんですかね、スリーがあるのが金丸って感じ。金丸やね。うん。小技は増田君の方がうまいんじゃないですか。うまいね。あの駆け引きね。あの微妙な駆け引きやっぱうまい。と思う。増田が卒業してのやっぱ1、2年、そこのポジションでかなりやっぱ苦しんだもんね。なんかこう。そうっすね。確かに。まあ。結構いるな。ありがとうございます。うん。はい。一応慶志郎さんにも声かけてるんですけどね、なかなか帰ってこないです。最後締めてもらおうかなと思ったんですけど。いやすいません、今日ちょっとまた延長しちゃってありがとうございました。いえいえ、うん、ありがとう、うん、全然。ぜひじゃあ最後先生に締めていただいてもいいですか。うん、どんな感じがいいと。いやもうちょっと一言発想でいいと。あ、そういうのじゃなくて、あ、はい。あ、いや、一言もらって発想が一番完璧です。え、これいつまで、今日まで。いや、まだ明後日まで。はい、明日は、うん、こう今まで出てきた台で全員こう出てもらって、うん、各台一人ずつ出てもらって、うん、でそれで、あれです、一言高校生とかにメッセージいただけたらなって。うん、高校生で生徒さんとか見てるんですか、ソーダさん。いや、あんま寮やけんね、これ Wi-Fi も飛んでないし。そうっすね、うん、見てないと思うけど多分、うん、でも分からん、うん、結構何人ぐらいとか何世代ぐらいあると、何年分ぐらいあると。けどもう泰治さんから、うん、横地まで出てくれるんで、結構すごいことになると思います。横、そうですね、横地の話もした方がいいんじゃないですか、ちゃんと。いやいや、成長した。いや、でもこれからやね、なんか、うん、頑張ってほしい。うん、うん、うん。うん、筑波大学で。うん、うん、うん。筑波大学ね。そうそうね。そうそう、うん、ね。青学はダメですか。いやいや、いいて。そういうお前、ちょっと公式で言うなって。そ、すいません、すいません。そのデリケートって言うやつ。そうっすね。いや、ね、自分が筑波大学で頑張ってほしいってわざわざ言ったんで。もう一等圏だ。ああ、そうっすね。うん。いや、でも頑張ってほしいです、みんな。うん、うん、そうね。じゃあ、ソースさん、締めてください。いや、もう、今日も。500人ぐらいなのかな、見ていただいてありがとうございました。大堀のね、OB は一つで、私も、まあ、今指導者ですけど、はい、大堀の OB でもあるので、そういう2つの気持ちを持って、またチームを強くしていきますので、来週から25日から自主練習始めて、6月の1日からやっとチームでの活動を再開できそうなので、うん、また引き続き現役の選手たちの応援も、それから大堀の OB の応援もぜひみんなよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、はい、ちょっとだけ待ってもらっていいですか。うん、連絡来ました、大先輩から。すいません、先生、せっかく締めていただいたのに。いやいや、それは慶志郎さんが締めた方がそれはいいやろ。YouTuber やけん。でも今、入ってくれてると思います。なるほどね。だよ。新内登場です。あれ？もう見てあるんですけどね。あれ、どうしましょう。え、どうしたの。いや、今多分リンクを送って、うん、多分見てくださってるんですけど。
神崎さんもおるやん。これ面白いな。うん、すごいですね。けどもうとにかく後輩が喜んでました。名前出てきたって。来た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 。向き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 。ケイシロウって書いてある。もうこのカタカナだけで笑ってしまうもんね。ケイシロウさん向き向き。そう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 。ちょっと待って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 。すみません急に。ありがとうございます。ちょっと待ってね。おっそう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 。こんばんは。よろしくお願いします。どうです。ちょっと待ってよ。元気？ケイシロウさんコメントありがとうございました。いやいやもう全然もうちょろっと開いた時にちょうどやれる時にさみんなが。はい。ちょっとまだあれですかエンジン全然かかってない。うんうん。そうね、ちょっとあれ、ジン見よったね。ちょっと、やっぱ。ケイショウさん、また出てきましたよ。それ、それ、それ。また出てきました。それに対する、あの、討論はもう終わったと。そこ俺ちょっと見てなかったけどさ、そうなんですよ。もうケイシロウさんのこの最初の一巡目で全てが狂ったという話になってます、うんうん、この本命1位からそうで、あの第2あの2指名のあの中村太一がちょっと僕的には嬉しかったんです。ああ、俺もあの初めて絡んだけどさ違う、あれ、ツイッターかなんかでしょ。そうそうそう。理由が浅はかっすよ。そうなんだ、初めてね、ちょっと。でも、俺、しとったプレーは。うんうん。結構ね、身長ある。あるね、はいはい、91ぐらいのかな、今。あっ、ちょっとなんか。入ってって言われたのもあれやけど、まあ、ちょっと、ね、3人で。はい。でも、もう、終わらないといいでね。はい、はい、もう最後、どうでした、今日。ちょっと、これが悪くて。ちょっと、あの、ケイシロウさんに最後、あれ、掛け声かけてもらおう。はい、そうですね。はい、お願いします、僕らのキャプテンなので。うん、ちょっと、またゆっくり。うん。じゃあ、ワン、ツー、スリー。あ、そう。あ、そう。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとう。